風間達一は、日本の政治家、長野県議会議員、第88代長野県議会議長、長野県長野市出身、長野県長野吉田高等学校、早稲田大学卒業、衆議院議員秘書を経て、1995年4月、長野県議会議員選挙に出馬し初当選。2003年の選挙で落選するも、2007年4月の、 県議会議員選挙で返り咲き、2011年4月、4期目の当選を果たす。その間、自民党県議団幹事長、農政林務委員長、土木住宅委員長、総務警察委員長、議会運営委員会副委員長、社会衛生委員会副委員長、文教企業委員会副委員長を歴任。2014年3月、長野県議会議長選に立候補。 共産党県議団の石坂地方県議との選挙で47票を獲得、第88代長野県議会議長に選出される。なお、議長選が選挙戦になったのは2007年以来7年ぶりであった。祖父は、第41代、第48代長野県議会議長の風間和夫、元県議。祖父と孫で議長になるのは長野県政史上初めてである。 2015年4月の県議会議員選挙では12,380票を獲得し、長野市選挙区でトップ当選にて5期目の再選を果たす。ありがとうございます。